15銀行15銀行はかつて日本に存在した銀行である。1944年、帝国銀行に吸収合併された。15銀行本店は東京都京橋区小引町八丁目2番地にあった。営業場は帝国銀行小引町支店、三井銀行小引町支店を経て、銀座八丁目の三井銀行新橋支店に吸収された。 店舗は1972年に当初の15銀行本店跡地に建設された銀座三井ビルディング2点となり、低油銀行本店建物は取り壊された。跡地には三井観光開発により、全身の建物を模したデザインで三井アーバンホテル銀座が建設され、1977年12月に開業。ホテルコムズ銀座を経て、現在は銀座グランドホテルとなっている。 更新の桜銀行新京都支店は三井、住友銀行発足に先駆けて、銀座6丁目の銀座支店と統合された。なお、初代、銀座三井ビルには、銀座第一ホテルが入居していたが、閉鎖、建て替えを経て、2005年に竣工した二代目には、三井ガーデンホテル、銀座プレミアが入居している。このため、二つの定銀、三井銀の店舗跡地に、 三井系企業によるホテルがそれぞれ建てられたことになる。何は銀行当初、安田銀行を中心とした合併に参加する予定であったが、1944年8月1日に安田銀行により昭和銀行が吸収合併となり、東行は同日に帝国銀行に吸収されると同時に6店舗は近隣店に併合した。その後に他銀行も同様であるが、 戦災等により廃止となった店舗もある。定銀分割時、近隣店により併合されていない、旧東高店舗は、三井銀行と提携し、帝国銀行に継承された。また、近隣の店舗については、分割時に第一銀行が継承した。ただし、帝国銀行が継承した店舗の顧客の中でも、同行の三井職を嫌がり、第一銀行と取引する顧客もいた。 交渉は王家。桜の銀行といえば十五銀行を意味した。この桜は帝国銀行の八重桜に引き継がれ、後進の三井銀行が1975年まで使用した。1990年、この三井銀行が太陽神戸銀行と合併し、太陽神戸三井銀行となった際、衣装は異なるものの交渉に、再び王家が採用され、 1992年業名も桜銀行と解消。2001年の三井住友銀行発足まで使用された。不動産賃貸並びに、那須地区のレジャー施設運営と入業を営む複合企業。宝来はもともと15銀行の子会社である、宝来職さんの後ろ身である。詩人、歌人の黒田忠二郎が最初に勤めた銀行でもあった。ありがとうございます。